ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。なんか出てきた。今、ゲシュタルト王の城に来ております。こちらでですね、ゲシュタルト王に、ゲシュタルトを渡すと、はい、来ました。60枚以上でグリンガムの鞭。これをね、ゲットしたくて。おー、全部集めたらしいね。ずっとメダルねえ、メダルねえって探し回ってたんですけど、移民の街を育てていくことでゲットできることすっかり忘れてまして。すっかりここを取り損なってました。そっか、アリーナ、キラピア、でもまあ、アリーナ、キラピアスかな。そうだね、誰で行こうかな。まあ、マーニャにつけとくか。もう装備はそんなにもう気にしなくていいんだ。レベルが結構上がっちゃったんで、もう、そんなに気にしなくていいと思います。さあ、今回の趣旨、題名の通りですね。エッグ&チキーラを、最後まで倒しきると、つまり、魔界の兜をいただいた後もう一回倒すとですね、なんか、特殊なイベントが発生する。というか、一人なんか特殊な、モンスター?魔物?何かがね、移民に呼べるってことなんですよね。ということで、ちょっとそれを試しに行ってみたいと思います。まあ、ついでに、一回戦闘してますが、もう一回戦おうじゃないかと。全然対策なしに、なーなーで戦って勝っちゃった、みたいな感じだったんで。まあ、せっかくなんでね、何回も戦えるボスっていうことで、今回は。まあ、ガチ攻略っていうと、ちょっとね、低評価いただきそうですけど、自分なりの攻略法というか、こうやって倒してますっていうのを、動画に残しておきたいと思います。未来の自分のためにね。未来の自分のために。未来の自分の息子娘のためにかな自分の見せるのかどうかわからないけどね。まあそしてこれからドラクエ4を実況する実況者さんもいらっしゃると思うんでね、その方々の参考にも多分なると思うんでね多分なると思うんで、ならないパターンもねあるかもしれませんが、作戦並び替え。まずはですね、このメンツでいきます。ソロ、アリーナ、ピサロ、ミネアでスタートします。さあ。まあ、相変わらずね、チキーラとエッグラがね、まあ、卵だ、鶏だ、って言って争いをしています。まあ、ここ完全にスルーで。さあ、用意はいいかな?勝負だ!はい、勝負です。で、まずはですね、2体いるんですが、エッグラを倒さなきゃいけないんですよ。こやつがですね、ザホラルを放つと、2分の1の確率で復活させてしまうんで、まずはエッグラを集中攻撃したいと思います。レベル50程度で覚えるギガソード、攻撃、倍キルト、危ねえ。倍キルトでアリーナを上げてあげて、ミネアで1段目でフバーフを放ちます。本当は2発目に会心が出てくれると助かるんですよね、アリーナの場合は。2分の1化されちゃうんですよ、2回目の攻撃が。まあ、そこをね、会心で出してもらえるとめちゃめちゃ助かるんですよ。まあ、フバーハ後に灼熱が来るような仕様になってます。ミネアのレベルくらいまで行くと。で、入れ替えます。ミネアをクリフトに変更。で、ギガソード攻撃、バイキルと自分、スクルトで、固めます。エッグラ、チキーラの方が、岩石を放り投げたパターン、これは、スクルトを打っても、ダメージ量減らすことができないんですけど、まあ、爆裂剣ですとか、通常攻撃、この辺のダメージをカットできるんで、スクルト一発打つだけでかなり安定しますんで、一旦クリフトで打つと、まあまあ、打たなくても全然勝てちゃうんですけどね。で、もってですね、クリフトを一旦仕事を終えたら交代、今度マーニャですね。アイカーズギガソード攻撃攻撃、ここで、ルカニを放っていきたいと思います。一旦、一段階だけ下げることができます。エッグラもチキーラも。で、エッグラの方がですね、スクルトを放てるんで、まあスクルト一回撃たれたら二回ルカニを撃ってあげると、いいでしょう。で、ピサロは魔界の剣、うわぁ、凍てつく波動来ちゃったかぁ。これまためんどくさいことになりましたね。これは予定外ですね。まあでももう、ヒットポイントが2800。4ターンぐらいあったんで、まあだいたい2000くらい食らわしてる。あと2ターンくらいでエッグラ倒しきれると信じて、まあ通常攻撃で攻めます。
もう、クバハとスクルト打たない。効率を考えて。この次のターンで、エクラ倒しきる気持ちで。だとしたら、ルカに打たずにメラゾーマだったな。ちょっとミスったな。あー、でも来たかー。ちょっとね、予定外の、凍てつく波動が来ちゃったんで、そんなに来ないんですよ。そんなに来ない。まあ、今回はちょっと運が悪かったかな。攻撃。で、メラゾーマで、このターンで、エクラ投資機対応。ちょっと無理かな。もう一ターンかかりますかね。ベホマズム打っちゃったし。後ろで申し訳なさそうに立ってる。ちょっと、あ、メラゾーマ効かなかった。なんか効くパターンもあるんですよね、こいつは。謎なんですよ。あぶね、ギガソード攻撃、攻撃、メラゾーマで、まずはエクラ落とす。オッケー。予定通りですね。半分くらい予定通り。あれ、スクルト撃たれてたっけ？実況に集中しすぎて、全然、相手の行動を見ていなかったかもしれない。一番やっちゃいけないやつですね。あれ？構えてる？大防御されてるのかな？大防御とかあったっけ？あ、大防御あるんで、大防御されてたんですね。ギガソード攻撃攻撃、ルカーニ、ルカーニで、ルカーニ、ルカーニで、守備力を下げてあげて、まあ、あとはもう叩くだけですね。こちら。うん。チキーラの方は全くもって、脅威となりませんので。まあ、やばいって言っても、痛恨が300ぐらい食らうくらいなんで、そんなに、うん。そんなにあれです。脅威にはならないんで、あとはもうメラゾーマで。マーニを何かに変えて、まあ、例えばライアンとかに変えて通常攻撃で攻めてもいいのかな？もうそれは、ここはもうお好みですね、完全に。デザートの最後のトッピングですよ。もうそんなもんです。お好みでってやつです。自分は魔法が好きだから魔法で攻めてるだけで。まあ、サクサクやりたいならライアンの通常攻撃の方がいいのかな？自分魔法好きなんですよ。本当にね、ホグワーツ魔法学校に入りたくて入りたくて。仕方なかったんですけど。まあ当然入れるわけもなく、まあイギリスにね、ロンドンにね、行ったこともなく、9と4分の3番線を探してみたこともなく、なんですけど、本当に入りたくて。はい、そんな、ハリーポッターの話をしている間に終了してしまいました。さあ、どんなイベントになるんだろう。ほんと初めましてなんだよね、イベントは。謎にレベルが、上がってゆくよ、ミネア81。もうもはや技とか覚えないからね。さあ。でもどうかんだ。お前なかなかやるな。まあ、これで毎回ご褒美をいただけるんですよ、倒すと。ね、渡せるものがない的な感じなのか？すまん、ソロ。褒美を得てるのは山々だが。もうやるのが分かっていないのだ。悪いが褒美を諦め。なんか出てきた。申し訳なさそうなやつ出てきちゃった。お、背景お空になっちゃいましたね。すげえな。なんだこいつは。誰かと口を聞くのは随分久しぶりだ。絵の中の暮らしにも飽きたので外に出てみたが、ここは暑くてかなわん。旅の斧、この私が次に住むのにふさわしい町を知っておるなら教えてはくれないか。ああ、こうなるのか。これでソロタウンに、我が名はGピサロ。グランピサロとかそんな感じかな。再びどこかで会うことを楽しみしてるぞ。いや、ソロタウンに行くんだろ。割とおっちゃん顔でしたね。ダーブラ的な感じだったね、パッと見。これでもう、こやつらとは戦えないのかな？いつの間に絵の中に住み着いたんだ。家賃もらえ損ねたぞ。あいつ、最後までわけのわからんやつだったな。ほんとな。それな。全くもってそれな。ああ、こういうイベントだったんですね。じゃあちょっと、エク&チキーラじゃねえや。グランピサロさんに会いに行ってみますか。ルーラー、グランピサロー。いるかな？探し当てるのも大変そうだけど。そういえばグリンガムの街、ムチ使う機会なかったね。パッと見ないかな、ちょっと。画面持ち上げちゃうとね、結構ブレちゃうんだよね。限界があるっていうか。それは致し方ないんだが。どこにいるんだろう。これ探すのも一苦労なんだよね。ほんと広いんで。
このパートから見た方もいらっしゃると思うんでご説明なんですけど、うん。グランドスラムになってます。移民の街が。でっかいカジノですね。なんで、で、地下とかもあるんで、地下っていうのはこう、今走、こう、歩いてるここなんですけど。探すのに一苦労なんですね。どこにいるかわかんないからな。いたすげえ、クイーンローザ。あら、こんにちは。私エンドルからクイーンローザ。どうしたの？なんでキャラ変わってんだよ、お前。何どっかで私のとか。大丈夫この人。とりあえず服着ようぜ。お尻丸出しじゃねえか、これ。お尻丸出しの、お尻丸出しのダーブラとか魔界の王とかやめてほしいわ。はい。ではですね、おふざけも終了したということで、今回はここまでにしたいと思います。次回最終回、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。